どうも、この夏サンデーのお時間がやってまいりました。今日はですね、葉山の方まで足を伸ばしてみました。ここはですね、有名な、北島隆さん、小説家の、あの人も一押しする朝日屋牛肉店の方までやってまいりました。今日はですね、友人の林さんと一緒にやってまいりました。さあ、一口いっちゃってください。ちょっと待って、ソースかけて。どうですか？まだ見に行ってなかった。まあ